ーラプロのチュートリアルへようこそ。この動画ではフィモーラプロの特徴や新たな操作画面、編集ツール、エフェクトなどの主要機能を紹介します。動画概要欄からタイムリンクを提示しているので、特定の機能の説明を見たい場合はクリックしてください。それでは早速始めましょう。新たなプロジェクトを開くには新規作成ボタンをクリック。まずはじめに目に入るのは新たな構成の操作画面です。フィモーラプロはそれぞれの編集ツールを備えたパネルによって構成されています。このパネルはタブとして収納したり、操作画面の好きなエリアに移動させたりすることが可能。あなたの編集スタイルに合ったカスタマイズ操作画面を作ることができます。メディアマネジメント。メディアパネルは新規プロジェクトを開いたときにまず目に入るパネルです。ここでは写真や動画などのメディア素材、オーディオファイルやテキストなどが表示されます。インポートボタンをクリックするか、直接素材をドラッグすると素材がインポートできます。早速インポートボタンをクリックしてファイルをプロジェクトに入れてみましょう。メディアはフォルダを作ることによって整理できます。今回の動画では一例として動画ファイルとオーディオファイルを作成します。トリマー。メディアライブラリーからメディアをクリックすると、選択されたメディアがトリマーパネルに表示されます。スペースキーでこの映像ファイルを再生することや再生の解像度などをこちらのボタンから設定できます。選択した映像ファイルより指定したクリップを使いたい場合は、始まりと終わりの位置を指定してこちらのボタンを押すか、始まりの位置にキーボードの I、 終わりの位置に O を押すことでクリップの範囲の指定をすることもできます。フィモーラプロにはこれらのキーボードショートカットキーがたくさんあり、編集の効率化を図れます。さらにこちらのショートカットキーをカスタマイズすることもできます。利用したいクリップの範囲を指定したら、オーバーレイクリップボタンをクリックするか、キーボードのショートカットキーの N を押してください。タイムライン編集トラック&ツール。フィモーラプロには無制限の編集トラックを操作できるタイムラインが搭載されています。映像クリップやオーディオファイルをドラッグ&ドロップすることで、メディアをタイムラインに入れたり新規トラックを追加できます。目とスピーカーアイコンをクリックすることで、指定のトラックを非表示またはミュートすることができます。タイムラインの一番上に設置されているメディアが表示されるようになっています。タイムラインを拡大または縮小させるには、画面下のスライダーをドラッグまたはコントロールあるいはコマンドキーを押しながらプラスマイナスボタンを押してください。さらにエディターパネルからは、元に戻す、やり直す、セレクションツール、クリップを分割するのに使えるスライスツール、クリップのインポイントアウトポイントを調節できるスリップツールなどにアクセスできます。この U 字磁石のアイコンはクリップやグリッド線ぴったりにクリップを移動させることができ、このギアアイコンではフレームレート、解像度などのプロジェクトのプロパティを変更できます。編集のプロセスはビューアパネルより確認でき、このパネルからは回転や変異などメディアの配置を変更することもできます。タイトル、カラーグレーディング、VFX。 フィモーラプロではタイトル、強力なカラーグレーディング機能、豊富なビジュアルエフェクトへのライブラリを取り揃えております。これらのエフェクトはメディアパネルよりタイムラインへドラッグすることで適用でき、エフェクトの細かい調整はこちらのコントロールパネルより行えます。このタイトルエフェクトをコントロールパネルから文字を入力し編集してみましょう。スコープのタブからはベクタースコープ、波形モニター、パレード、ヒストグラムなどの高度なカラー調整を行うことが可能です。この動画クリップではハイライトが少し控えめになっているようです。フィモーラプロのカラーグレーディング機能を使ってこのクリップの色調補正をしていきましょう。調整の方法の一つとしてエフェクトパネルからの調整があります。フィモーラプロは種類豊富なエフェクトを取り揃えたライブラリがあります。
この色調補正の中にあるトーンカーブを選択し、タイムライン上でエフェクトを適用したいクリップの上にドラッグします。エフェクトがクリップ上に適用されたら、コントロールタブからトーンカーブを調整できます。ハイライトが強調されるように曲線を調整すれば完成です。エフェクトを使いたい他のクリップをクリックし、エフェクトをコピー&ペーストすると、エフェクトをそのまま他のクリップに適用することもできます。キーフレーム。キーフレームはフィモーラプロの最も強力なツールの一つです。異なるエフェクトや属性をクリップ内の異なる箇所に時間を設定しながら適用させることができるキーフレームの使用例を紹介します。ダンサーに寄っていくカメラワークで始まるこの動画クリップに、スケールバリューを使ったキーフレームを適用すると、かっこよいバーティゴーエフェクトを入れられます。バーティゴーエフェクトとは、カメラを前後に動かしながら撮影されたクリップに、その動きに合わせてズームインアウトをすることで、背景がディストーションされているように見せる視覚効果です。クリップを選択した後に、コントロールタブからトランスフォームを選択、さらにスケールを選びます。クリップ内でカメラが一番ダンサーに寄っている箇所を見つけ、この辺りですね、スケールの横にある丸のアイコンをクリックすると、キーフレームを設定でき、ここのチャートで四角のアイコンで設定されたキーフレームの位置が表示されます。次にこのクリップの初めの箇所に戻り、スケールの値を175に設定します。これによって自動的に新たなキーフレームが設定されます。これによってクリップの初めから設定したキーフレームにかけて、スケールが175から 100% へと変更され、このスケールのエフェクトがクリップに適用されることによって、バーディゴーエフェクトが実現します。最後の仕上げとして、このクリップ上の2番目のキーフレームを右クリックし、時間補完のスムースを選択します。こうすることによって調整したアニメーションがさらに自然にブレンドされます。プロジェクトの出力、レンダリングキューの使い方。作業の終わったプロジェクトは、この出力ボタンからコンテンツを選択するとエクスポートできます。さらにプロジェクトの一部分のみを出力したい場合は、インアウトポイントを指定することで、インアウトエリアのみの出力をすることも可能です。ここからは作業に戻るか、出力画面に移動し、出力の実行、出力の進捗を確認することができます。さらにフィモーラプロでは、複数の出力を順次実行できる Q という機能も備わっています。例えばフィモーラプロを使って異なるプロジェクトを編集していた時、出力を選択すると、他のプロジェクトのレンダー Q と同様に、出力画面の Q リストが追加されます。ここからはレンダリングの設定を変更したり、出力を実行することができます。出力が実行されている間は、リアルタイムでどの箇所が出力されているかをプレビューできます。以上、フィモーラプロの主要機能の紹介でした。より高度で精密な映像制作を実現させるフィモーラプロのチュートリアルを、これからさらに投稿していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。